ってることはデビルズの方が正しいです。なるほど、まあ完敗でしたからね長島ね。ゆるちゃんお前だからやらせてくださいって言うのは最初の礼儀かよ。それがいいかよ。じゃあ僕と話だもんね。負けたら土下座するって言いました。これはでも、いやデビルが相当切れて、長島は大丈夫なんでしょうかね。今日の負け方を見てるとこれでシングルっていうと相当なことになってしまうんじゃないかという、はい、いやデビルまさみ本当にこれ切れてますね。シングルやらないといけないですか。シングルやらないといけない。くださいという言葉で長島がやはり受けました。私はその場合やらない。お前の間に受けたしてる。その場合お前の間に負けろ。何を言うのか今の前に負けるものあるのか。何でもいいよ。私は友達探せない。私はすごい負けたと思いましてそうだろう。お前の賭けだと何も見つからなかったとか覚えてない。勝負は関係ないからな。カウントは入ろうと何しようとお前二度とリングに上がれないようにして覚えろよ。第4試合シングルマッチ45分一本勝負。まずはじめにデビル正美選手の入場です。近代を相手に負けたら土下座をかけましたデビル正美。福山さん、このデビル正美の発言というのは非常に奥が深いですよね。ですね。まあ長嶋選手、まあ、若い選手全てなんですけれども、ベテランは全てやっぱ自分たちの歴史というものをリスクに若い選手たちとずっとやってきたと、じゃあ若い選手何かけてた、お前らは何かけて私たちとやってきたんだと。なるほど。いう問いかけなんですよ。いわゆる、まあ、簡単に言ってしまえば失うものがないはずなのに、その態度は何なんだということですよね。まあ、何なんだっていうのもありますけど、通ったわけですよ。なるほど。お前らは実は何もかけてないんだよ。そんな楽な商売、商売というかことやってきてるんだよ。もちろんそれまでにあのシングルをやらせろという長島が近代選手の入場です。レベルが認めるぐらいの試合でずっと出力を積み重ねてきている選手だったら北山さん展開は別になったんでしょうね。ちょっとあの試合ではやっぱりちょっと違うだろうというのがあったんでしょうね。さあ大先輩デビル正美を相手にシングルやらせろという一言で物議を醸しました長島近代。かけるものは決まったのか決まらないのか。まあ前のあの解説の時も言いましたけど、はい、決まってなければもう絶対勝てないです。なるほど、はい、その程度の軽い気持ちなんだったら絶対勝てないです。逆にそのデビル正美はもしかけるものが見つからない場合は二度とリングに上がらないように上がれないようにしてやるということも言っておりましたが、でもそれは試合前に問いかけるんじゃないですか。さあ長島この表情の下にかけるものがあるのかないのか。リングにたどり着きました。さあ注目の第4試合です。第4試合シングルマッチ45分一本勝負を行います。
青コーナー、福岡県出身180パウンドデビル・マサミ。長島を睨みつけたまま微動だにしません、デビル・マサミ。赤コーナー、千葉県出身122パウンド長島近よ。黄色と白の紙テープ、こちらはアピールであります、長島近よ。さあ、かけるものは決まったか。いやー、須山さん、デビルの表情がすでになんかもう大阪じゃないです、スーパーヒールばりになってますね、はい。まあ、僕今日スーパーヒールもありえるかと思ったんですけどね、まあ、それぐらい怒ってるぞと、わーっと、すでにトミーランが止めに入っているが、デビルじりじりと長島に詰め寄っている、そんな雰囲気か。よくしかしこんな怖い顔にらみ返せますね。こうすごんでる顔じゃないです、本当に怖い顔なんですよ。もちろんその長島もですね、まあ、クラシケルズ長与千草に憧れてガイアの門を叩いたということがあるでしょうけども、さらにその長与の先輩に当たるデビルに対して、ちょっと待ってください。なんか言ったようですけど、ちょっとよく聞き取れなかったですね。何がかかりましたかね。あ、スリーパー、これ短期勝負狙ってんじゃないですか。もう本気モードでしょうか、デビル・マサミ。やっとスリーパー、ここ一番ではデビル選手は何度もこれでやっぱ相手締め落としたことありますからね。しかし長島左足を何とか伸ばしました。いやー、長島がかけたものが今ここからはちょっと聞き取れなかったんですけれども、ね、生声でおそらくこれはかけるものがデビルに告げられたんでしょうね。さあ、何ですか、駆け上がっていた、あ、さあ、その方行くか。まず最初のホールは長島、ドロップキック連発していきます。デビルの脳天を捉えていく。デビル選手は新しいコスチュームですね、よく見ると。ああ、なるほどね、肩ひものあたり、はい。さあ、ドロップキック、長島この後の展開をどうするか。とりあえずデビルは場外です。長島のこれ相当通常の切り返し程度じゃ通用しないでしょうからね、はい。でもね、あえて全部受けてるデビル選手の方がやっぱ僕怖いですね。さあ、花道にフットスタンプ。もっと意地悪い試合できるはずなんですよ、でも全部受けてますね。前回はこの花道でカオルに笛の連打を食らいましたが、今日のこの川崎市体育館の花道はデビルにとってどういった場所になるのか。主導権は現在長島が持っていますが、これ肩はコスチュームじゃなくて、やっぱり先週の試合の影響なんでしょうかね。まあ古傷なのか、しかしその右肩を使ってのラリエット、花道に長島を倒れ込ませました。さあ、デビル、この後この余裕のビンタがちょっと気になる。おっと、担ぎ上げた、どこに向かう。あ、外から中に行きましたね。あっと、しかしこれは長島が自分のウェイトを利用しまして、いや、すみません、これ首で投げればね、そんなに無視的には息が詰まることもないでしょうし、あれはね、三角締めの体勢ですから、うまく入れば落ちますよ、あのまま。あ、そうですか。うまく入れば。で、今のはどっちかというと腕狙いですね。あ、また行った。ちょっと切れかかったデビルの勢いを逆手に取りました。腕が伸びるか、このまま伸びるか、そしてまた自分のウエイトを使うのか、長島近よ。あ、でも赤コーナー踏ん張ってますよ、デビル選手も。これいくら長島のウエイトといってもデビルの腕一本ではちょっと辛いものがあります。さあ、髪の毛をムンズと掴んでデビルを睨み返す。うわあ、あっと髪で投げ返した。この長島も抑え込みに行く。アウトパーティーです。多分ね、気持ちが引けて攻撃が止まっちゃった時がもう長島選手終わる時ですね、おそらく。怖いと思うんですよ、一回一回の攻撃仕掛けてるのが、ね。もう手はいりません、膝一発、キッチンシンクですね。こう恐怖のオーラを放っている
デビルおお、カウントワンです。長島、お、もうさっきのカウントワンで返すのも頭突きを仕掛けていくのも理屈じゃないんですよ、これは、うん、合理的に考えたらこんなこと不利なだけですから。なるほど。さあもう一発だ、食らうしかないのか。いやーこれはもうデビル投げっぱなしといった感じ。お、今度は続きのお返し、目には目を、歯には歯をといった感じがデビル。さあ何いきますか。ラリアット、反動でデビル選手がひっくり返りましたね。いやー長島ももう真っ向から受けていますが、今日は人体断裂で欠場していますシュガーも、そして竹内もセコンドから長島に声援を送っています。大先輩デビルに怒りの火を焚きつけて、ちょっとデビル選手の方がどうしたんでしょう、なんかアクシデントですかね。そんなに起き上がれないような、起き上がりませんね、膝ですか。顔面近辺のような気持ち、いや、まあ、でもあ、ちょっと左足を押さえてますかね。膝ですね。長島が何かやったというヒントが、ぶつかった時の なんかちょっとしたことだと思いますよ。なるほど。さあ後ろに回ろうとする長島です。いやしかし長島というのはそういうパワー系の選手ではありませんから、これはちょっと投げるのは無理でしょう。ちょっとこれはやはり膝を押さえてますね、デビル。さあ締め技に入ったか、腕を取ろうとしている、テーピングをしている、右肩、右腕を取ろうとしている長島。ちょっとデビル選手のこの珍しいですね。いやでも今の当たりではそんな致命傷になるようなひねりとか、いやあのね、選手が本当に膝怪我するときっていうのは、はい、むしろああいうときの方が多いんですよ。なるほど。なんであそこで怪我したんだろうとか、リングでちょっとつまずいたとか、そういうときに結構接戦面に関わるような怪我した選手が多いんですよ。じゃあ今のもデビルにとっては決して何でもないんじゃないかってことがなって、膝が悪いんだとすればそうだと思うんですけど、あやっぱり左膝をちょっと引きずってますね、出すのは右足。すみません、フルキスというのはどうなんでしょう。デビルは、デビル選手はそんなに腰はちょっと一時かなり悪かったんですが、膝の大きい故障というのは僕記憶ないですね。さあこの痛めた膝を使っていくか、いった、このまま立ったまま折り込んでいる。普段だったらすぐ連発開きますもんね、連発行くんですけど、はい、いやーやはりちょっと長島クラスでも無理か、このウエイトでも無理か、あーっと膝をか、あーっとやっぱりダメだ。デビル完全に右膝を負傷したか、連発で技を仕掛けることができません。長島選手どうなんでしょうね、まあ、やっぱりその気持ちわかるんですよ、相手膝痛めてても、そこを狙わず勝ちたいと、これはちょっとリスクでかいですね、あえてこう膝を狙わずに腕にいってるっていう、なるほど、それがもっと他の考え方があるのか、まあ、先ほどの試合の井上京子の例もありましたけれども、あるランク以上の選手っていうのは爆弾抱えててもそれなりに試合まとめますからね、ただこれ試合中のアクシデントだとしたら、試合前から悪いのと試合中悪くなったのとまた違いますから、ね、なるほど、何ができて何ができないかが自分なりに捉えられていないという部分もありますか。やっぱ事前に試合 その作戦とかの立て方も全然変わってきます。なるほどなるほど。さあちょっとこっからデビル正美その動きから完全に膝を負傷しております。長島選手のちょっとお手並み拝見ですね。ここから先はこれまでのところ長島はテーピングの右肩は必要に攻めておりますが、デビルの負傷した膝には現在のところ攻撃の手を伸ばしておりません。さあすみません、長島が気づいていないということはないんですね。いやありえないです、ありえないです。この後長島近いはどう戦う、自分も今考えてるんじゃないですか。デビルは自らちょっと場外に逃げる形、試合続行は不可能なんでしょうか。トミーランもちょっと見に行ってますね。レフリーストップかかりますか、どうでしょう。まあデビルクラスの選手になるとちょっと本当にまずい場合はね、ちょっと第4試合これは意外な展開です。まあ、下でテーピングを施してるんでしょうか。あデビルの表情は歪んでいる、これどうしたんでしょうか、非常に痛そうです。これなんか名古屋のシュガー選手との試合の逆のパターンですね。なるほど、
確かあのシュガーもそのデビルを持ち上げた時にウェイトでね、予想だにしないこのちょっと動きをしまして靭帯を痛めてちょっと今引きずった感じになっておりますが、これステムさん、ちょっとやそっとの怪我じゃない感じですね。地団打踏んで痛がっているデビルマサミ、骨というよりは靭帯とかそういった感じとか半月板とかそっちだと思うんですけど、さあ第4試合は本当に意外な展開になっております。まあこれまでのその1期生をはじめとした若い選手に対してのちょっと横暴ぶりみたいなところにね、釘を刺そうというような怒りを見せていたデビルなんですが、トミーランが本部席に行きましたが、レフリーのトミーラン行きましたね。何か告げました。さあ中島リングアナから何かコールがありますでしょうか。まだデビルマサミ起き上がっておりません。ちょっと長嶋選手もこれで終わるんでは納得いかないでしょうね。膝を負傷しました。試合続行が不可能になっておりますデビルマサミ。第4試合はこの後どうなるのか。長嶋選手クラスのウェイトが連続で持ち上げられないということはデビルにとっては相当なこれ負傷と見ていいですよね、はい、さあ僕はねデビル選手が試合途中のこういうアクシデントでこういうことになったのどうでしょう。この人の試合はずいぶん長く見て20年ぐらい見てると思うんですけど、初めてですね。まあ、あの先週 の、 あの大阪並早ドームでもですね、あのカールの机の連打を食らって血を流しながらも本当に精神力だけでっていうカウント3がありましたしね、まあ、その試合中のダメージ云々というよりも試合中にやっぱり怪我したりとかいうのが本当ない人なんですよこの人は。なるほど。逆にね、まあ、自らの技そしてかけるのも受けるのも一流という意味では怪我が少ないというこのデビルマサミなんですが、いやー、まあ、あのよくサッカーの試合でもですね、当たった時にそんなに大きな怪我じゃなくても相当重傷という場合もありますからね、ラリアットをしに行って長嶋とぶつかり合ったんですが、ちょっと心持ち腕よりは体当たり気味に当たったんですが、まあ、その時に、まあ、あのラリアットだったんでちょっと腕の方に注目していまして膝を見ていなかったんですが、デビル膝のあたりをどのように打っているのか。第4試合試合続行が不可能になっております。さあ本部席から何かコールがありますでしょうかね。かなり長い時間試合が中断しております。この表情を見る限りデビルこの痛み方は尋常ではありません。ポリスが先頭を切ってデビルコールが起こっております。川崎市体育館であります。あ、ちょっと今情報が入ってまいりました。症状がシュガー佐藤と同じような感じ。須山さん、これ人体人体ですね。どうやらねですかね。まあ中のことなんでちょっと分かんないですけどね、ちょっと内身うんぬんかんぬんではありませんので、しかも今後のことを考えても無理してやるかどうかってこと難しい選択ですよね、もちろんシュガー佐藤はですね、やはりその、まあ、経験実績から言っても、はい、今休むということは得策ではなかったんでしょうから、靭帯断裂という状況を選択して戦い抜きました大阪ですが、さあ起き上がりましたよ。さあようやくデビルが起き上がったがどうだ。あっと立ち上がりきることができるか。そんなんでできんのか。あ、完全にこれは足を引きずっている。あれバラクソチベ。須山さん、これもしかして土下座とかそういう形になりますか。いや、やるでしょ。やりますか。やるか。長嶋が突っかかっていった場外、青コーナー付近です。さあデビルに繊維があるのかどうなのか。名古屋の時にシュガーに最後までやらせたでしょ、はい、なるほど。デビル選手はそれは試合放棄できないですよ。なるほど。シュガー佐藤自らを抱えたときに靭帯を負傷しましたが、試合を休むことを許しませんでしたデビル。自らも靭帯を負傷しましたが、やはりここは長嶋に対しては試合放棄はできないか。試合ができる体制ではありません。これで、もうカメラマンが取り囲んでいますが、
とやはりどうでしょうね。気合だけで長島に突っかかっていきましたが、長島がマイクを取った。おいデビル、私はなこんな足でな勝ってもな嬉しくともなんともねえんだよ。今トミーランから止めてくださいという一言がありました。第4試合はレフリーストップです。ちょっと待って、またやらせろ。お前が何にもない体操の言いかけにもう一度シングルやらせろ。さあ今度は須山さん、これは長島からしたらやらせろという発言でですね。まあこれは妥当だなという感じしますね。デビル選手がどう答えるかですね。マイクを取りますか。デビル、ちょっとお客さんを含めてちょっと状況が分からないでいますからね。あっとデビル意地でもリングに上がってくるか、リング上でアピールか。マイクとともにデビル雅美はリング上。長島の再戦要求に対しましてデビルは何と答えるのか。した長島をぐっと抱き寄せましたデビル。でもデビルさんすごいね、こんなだって自分の娘ぐらいの年の選手にまたやらせてくださいって頭下げたんですよ。約束通りの土下座でありますデビル雅美。負けは負けだということでしょうね。この試合には土下座がかかっておりました。不本意な負けではありますがデビル雅美、長島千佳代、会場の間ずっと土下座をしております。いやー、瀬山さん、私個人的にはこういうデビルの姿もちょっと学んでほしい部分もありますけれどもね。学んだものってすごい大きかったというか、俺はやっぱり今日見てやっぱデビル雅美という人は本当すごいと思いました。長島も何かを感じて、これで感じてないのがレスラーじゃダメです。なるほど、長島千佳代再戦要求をして去りましたが、一番感じてるのは長島選手でしょう。でしょうね。一連の再戦要求からこの流れがありますからね。まだリング上デビル雅美、6周年記念大会に詰めかけた川崎市体育館のファンに向かってもう立つのもやっとの状況ですが、
すべてのお客さんに頭を下げております。北山さん、これだけウェイトとあとこういったなんですが年齢という部分もあって、はい、このまま引退なんていうことにはならないんでしょうか、ね、またやらせてくださいと言った以上は、僕は今本人の頭の中にはそれはないと思います。ただ、はい、膝というのは非常に後を引くんです、ね、膝と腰というのは、やっぱり付き合っていかなきゃいけない選手を続けている限りは、はい、類の故障なんで、なるほど、やっぱりデビルさんの年齢で今膝をやっちゃったというのはかなり大きなハンデではありますね、うん、なるほどね。ただしもう一度と言った以上、はい、デビル雅美の完全復活に期待しましょう。